メリカでその殿堂入りしたビリーを祝って花束を持ってきてくださってる方がいらっしゃるので、ぜひ、はい、実はですね、ビリーめず、そうそう、ビリー実はあの、ツムラっていうね、あの漢方の会社がありますけど、ツムラのアメリカの副社長っていうのをね、副社長で正しいんですかね、やってた。ということで今日はあのツムラの社長をはじめお友達の皆さん方がいらしていただいて、ビリーを祝って花束をということで、はい、イエーイ。ですので、あの津村の加藤社長にもちょっと出てきていただいて、日頃からあのテリーさん、テリーさんとテリーさんがね、ビリーとこういう感じになってるので、テリーさんぜひちょっと一言、こちらのマイクでよければ。あのビリーがね、そういうな、会社員というかサラリーマン的なことをしてたってこうイメージ違うんですけど、どんな社員？そうですね、もうみんなあのこの学校しか見たことないと思うんですけど、ですよね、多分スーツ持ってないと思います。え、持ってる？え、持ってますか？本社にはスーツ着ていた？私はあのちょっとね、調べたんですけど、1997年に最初に会ってると思うんですよね。ニュージャージー、ニュージャージーのね、ツムラインターナショナルで会っているんですね。でその時は来てないんですよ。来てない、来てないんですよ。それでさっきナミネがその非常に出来が良かったっておっしゃってましたけども、コンピューターがね非常に専門でいらっしゃって、当時はあのフォーキャストっていうことで、まあ、予算とか計画とかね、そういうのを担当されてたんですよ。プログラム作る、それもその会社はもうアメリカ人ばっかりの会社、そこでやられておられた。そこは初めて会いました。あ、そうですね。第一印象はですね、真面目。いやいや、まあ、自分で自分で言うてどうするんですか。まあ、まずとにかくいつも言ってるんですけど、本当にあのでっかい太陽、もっとでっかい太陽こっちですけど、でっかい太陽なんです。本当にいつも明るくてですね。で、あの20年以上経ってるんですけど、変わってないところが3つぐらいあると思うんですよ。一つは、まあ、このテンションですね。あの早い、さっきの演奏もそうですけど、とにかく早い、喋るの早い、飲むのも早い、とにかく早いですよね。でそれから、まあ、2つ目はやっぱこのスタイルが変わってないんですよ。もう全然変わってないんですよ。27年経ってもこのスマートな、腹出てない。食べれないか、僕は食うの大変なんですよ、ミュージシャンで。日持ちが重いよ。3つ目に変わってないのはファッション。あのうち我が家ではですね、あのビリースタイルというのがありまして、このスニーカーにジーパン必ず履いてます。そうですね。で、だいたい先ほどはちょっと T シャツかね、そんなの着てましたけど、今日ちょっと襟のついたの着てますけど、必ず全部インをするんですね。最近女性の方で前だけ入れてる方いらっしゃいますけど、そうじゃなくて全部入れちゃうんです。これをずっと20年以上、ね、通しておられるという非常に筋の通った男でございます。ありがとうございます。津村社長のテリーさんでした。ありがとうございます。いや、一応あのサラリーマンしてたんだなって改めて思います。一応4年ぐらいいたんじゃないですか。最初はね、2、3年と思ってたんですけど、あれずるずると。いや、でも今は、アメリカのアリゾナのペイソン、ね、ペイソンというところに住んでるんですよね。ペイソンっていうのがどんなところかっていうと、とてつもなく山の中なんですよね。1600m ですね。そうですよね。で、あの家から出るとまず出会うのが野ウサギとオオジカ。そうです、そうです。マジなんですよね。で、新聞取りに行くときに、なんか新聞では来ない、来ない来ない、配達してくれない。あ、ゴミも取りに来ないし、うん、水道はあのほら、水、あの川から引っ張って、うわ、なんでそんなところにまた。あの僕のワイフがミシガンなんですね。ミシガン田舎で大きなとこ住んでて、はい、そうゆっくりして、うん、そのなんて言いましょうか、自然いっぱいのところに住みたいって。
で最初土地買った時にこんなとこ住めるわけないだろうと思ったんだけども、何年も行ってる間に慣れる、慣れます。あ文明から離れても平気、思いっきり離れております。せーのにエレキギター、あの、まあ、電気はちゃんと来てるんだね。電気は来てます。あ電気と水はある。だから水は、水は汲む、あの水、あのポンプで、家にポンプがあるので、それで。いやちょっとすごいじゃないですか、そういうとこのイメージ。だから君がそのお腹が出えへんのはそういう暮らしをしているから。そのピッケル持ってやったりシャブル持ってということは、人間は野生の暮らしに近づけば外なんで済むと。だから昔は日本って農業やってましたね、みんなこうやって。だからみんなスタイルいいですね。今贅沢なんだから何もやらずにくっちゃにするとダメ。君からそういう選挙聞くと思う。くっちゃね代表、マッチョ代表みたいな。いやそれ今あの神戸、私神戸出身でね、実家は神戸なんで、みんな神戸のあれなんで、すぐ近くに六甲さんがあるじゃないですか。山ね、六甲さんでも神戸以外の方知らないかわからないんですけど、で日本へ帰ってくると最初に何するかっていうと山へ駆け上るんですよ。何すんねんこいつと思いますけど。そうアメリカ行った時も何持って行ったったら一本ボープ刀一本、それを毎日素振り何千回するとか言って、親父があの剣道の、ね、剣道のキャプテンやってたとか、ね、そうですね。ということで、あのというビリー一打でした。そういう不思議な暮らしをしてて殿堂入りを果たしたということをきっとね目つけられたんやねということですよね。そうですね、はい、というあのビリーの演奏をいただきまして、それからあのあ歌はこっちの方がいいんですか、はい、ではファーストステージの最後の曲は皆さんもよくご存知の愛の賛歌を歌わせてください。抱き合い